キングダムハーツ、リ・チェイン・オブ・メモリーズ実況プレイ、始めてまいります。桜パシャンです。導きのキーカードからいきましょうか。さあさあさあ、ネバーランド2つ目のイベントですね。いたいた。今回は何事もなく見つけられましたね。ピーター？ピーターパン？やあ、ウィンディ、元気かい？お供の3人と一緒に助けに来たよ。さあ、こんな船は抜き出して、ネバーランドで楽しもう。永遠に、子供のままでね。あのね、ピーター、そのことなんだけど、私、ロンドンに帰りたいの。何を言ってるんだい？このネバーランドにいれば、君はずっと子供のままで、毎日遊んでいられるんだよ。でも、ロンドンに帰ったらいつまでも子供じゃない。大人になってしまうんだ。ブラック企業になって入ってしまうかもしれないんだよ。それに大人はネバーランドには来られない。僕でも会えなくなるんだ。分かってる。それでも私帰りたいの。せっかく僕は助けに来たのに、もう会いたくないって言うんだね。違うわ、そんなつもりじゃん。いいさ、そこまで言うなら勝手にすればいい。僕はもう知らないよ。おい、ちょっと待てよ。あー、入っちゃった。ピーター、勝手だな。どうすりゃいいんだ。いい考えがあるよ。とにかくこの船を出てから考えればいいんだよ。それ考えじゃないよ、間違ってないけど。でもここから一歩出たら敵だらけなんだよな。じゃあウェンディはしばらくこの部屋に隠れてて、俺たちが敵の注意を引きつけるよ。うん、分かった。ここにいればそのうちピーターが考え直して戻ってくるかもしれないしね。置いてっちゃっていいんだろうかね、本当に。こういうのって大概死亡フラグって言うんですけどもね。まあそれに大人になったらね、ブラック企業に入るかもしれないという危険性もありますからね。ピーターの心配もね、わからなくもない。それにね、子供でさえ、ただでさえ、ずる賢くて卑怯な生き物だっていうのに、大人になったらもっとずる賢い生き物になりますからね。そういうことを考えてもね、なかなか。あ、そうそう。リーサル無双が手に入りました。この先なんだけど。あった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 。これ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 。時間を止めて敵の一体に複数回攻撃するってやつ。このゲーム、このリーサルフレームが最強なんでね。これで、次ボス戦なんですけどね。進んでいきます。いきますよ。まあ、ボス戦の中でも次のボスはなかなか手強いですからね。何事もなく終わればいいんですが。出たな、お前たち。はい、フック船長ですね。おい、こら、よくもこのフック様の船を荒らしてくれたな。噛んじゃった。さてはピーターパンの仲間だな。仲間なのかな。ピーターはそう思ってないような気がするよ。ウェンディを置いて勝手に消えちゃったしな。ねえ、人が話をしているのに。無視して内緒話なんて、なんてプレイで磨きなガキだ。やっぱりピーターパンの仲間だな。そう思いたかったら勝手にしろよ。とにかく俺たちはこんな風にから追いさせてもらうからな。ウェンディも一緒にね。おっと、無駄な抵抗を寄せ。あれが見えないのか。どうやら連れ去られちゃいましたね。ウェンディ、お前たちが逆らったらウェンディは海にドボンだ。やめて。俺だってやりたくない。ウェンディはピーターパンをおびき出す大事な奴だからな。だったらおびき出されてやりようじゃないか。ピーター、
やあ、フック船長、お望み通り来た来たよ。僕に何の用だい？黙れ！お前に左手を奪えて恨み、今日こそ話してやるなぁ！うわっと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 。このフック様をバカにしやがって！ピーターパンもお前らもまとめて片付けてやる！ということで、ピーターパンと戦闘です。なかなか強いですこいつ。なのでリーサルフレームで動きを止めてから、もうね、型をついてやろうじゃないかという考えでございますよ。いきますよ。ちなみにこいつストック技使ってくるんでね。はい、カー止めて、いきますよ、いくよ。無駄な抵抗はよしな。にゃにゃにゃ、ううっていってるなです。もっといくよ。デッキなんて作らせてやんねえからな。よし、これできるか。あぶねえ、バレーブラスト出されるとこだった。はい、終わり。いやー、楽勝。これほんと強いわこのカードで。これでもしチャージしたとしても、頑張ってね、カードの並び順をソニックレイブ発動できるように変えておいたんでね。はい。ちなみにこのフック船長のカードは、ラストリーブです。ダイヤメージできても、HP が1個だけ残ります。はい。助かったよ、ピーター。君たちに任せようと思ったけど、危なっかしくて見ていられなかったのさ。でも君たち、すごいじゃないか。見直したよ。まあ、なんせリーサルフレームが大量に設置もしておきましたからね。ストップのカードもいっぱい手に入りましたし。ところでウェンディ、さっきの話だけど、考えは変わらないかい？うん。私、ロンドンに帰りたい。やっぱりね。みんないつか大人になって忘れてしまうんだ。子供の頃に感じたことや、大切な思い出。それに僕のことも。どうしてそんなこと言うの？私、ピーターのこと忘れたいなんかしないわ。今はそう思うかもしれない。でも思い出そうとしても、思い出せなくなってしまう。少しずつ、ほんの少しずつ忘れられて、大人になる頃には、ここでの思い出はみんな消えてしまう。消えるなんて言うなよ。大切な記憶なのに、思い出せなくなることってあるかもしれない。でもさ、忘れるっていうのは、記憶は眠るっていうことで、消えるって意味じゃないと思う。だから、もし忘れても、何かのきっかけで記憶は目を覚ませば、必ず思い出せる。噛んじゃった。心に焼き付いた大事な思いは、絶対に消えない。俺はそう信じてる。ええ、絶対に。このセリフ、ピーターパン2を見た後だと響きますね。ピーターパン2は、ウィンディが大人になって、その娘のジェーンが今度はピーターパンと開口するっていう話なんですよね。で、最後の最後でウィンディがそのピーターパンと再会するシーンがあるんですけれどもね、それを見た後だとかなりね、響きますね。本当に絶対にか、不思議だな。大人になると僕の姿は見えなくなるはずだけど、君たちなら大人になっても大丈夫って気がしてきたよ。よし、じゃあ僕も信じてみよう。君たちとの約束再会をね。ピーター。ロンドンへ帰ろう、ウェンディ。さよならだ、ソラ。いつか大人になった君との再会を楽しみにしているよ。あ、でもピーターパンのそのネバーランドって一番新しい時系列だったらデイズ以来なんですよね、出てないのって。バースバイスリープには出たんですけどね。どうしたんだ、ティンク。おお、カードになった。
ピーターパンのプレゼントかな。失礼だと思ってたけど、意外と親切だね。なんだ？モーグリ。これもピーターパンのプレゼントかな。やっぱり失礼だな。なんでモーグリが。はい、ということでティンクが手に入りましたね。一定量 HP を回復させてくれます。まあまあ、もしケアルが入らなかったらっていう人のようですね。はい、さてと、モーグリポイントも手に入れておいてな。よいしょ。さて次もまたリクが出てくるはずなんですけれども、リクも確かリーサルフレームでどうにかなるはずなんですが、どうだったかな。来てみましょう。よし、なんだかんだレベル33まで上がりましたね。上がりすぎないように気をつけないと。本当にあれ、いない。空と戦う気がなくなったのかな。だといいけどな。あ、そっか、まだ戦わないんだったな。思い出した思い出した。どこかにリクが隠れてるかもしれないよ。空気をつけて。リクはもう空と戦う気をなくしたんじゃないかな。え、という気は果たしてどうだか。どうなってんの、ビクセン。空を迎え撃つはずのリクはどこで何やってるわけ。空を誘い込むためにわざと姿を隠してるのさ。そういうことにしといてやれよ。あらら、そうだったの。完全に舐められてるな。全然気づかなかったわ。ごめんなさい。黙れ。ありがちな反応だめね。心がない奴はつまらないわ。言わせておけば、心を持たないのは貴様も同じではないか。やめろ。出たな、マルーシャ。マルーシャ。リクセン、あなたの作戦が失敗に終わったのは事実だ。これ以上我らを失望させるな。失望だと、ズニドルだ。機関において貴様のナンバーは11、ナンバー4の私が貴様ごときに。我らの指導者は城と並根を私に任せた。この場で私に逆らうのなら機関への反逆とみなす。反逆者は消す、そういう掟だったっけな。中途半端な役立たずもいらないわ。ん？ビクセン、あなたでは空に勝てん。無知とは哀れだな。お前たちには物事の表面しか見えんのだ。我が力を理解できるはずもない。ほう、ならば証明していただきたい。何？同志の力を疑いたくはないのだ。心にもないことを。あんな風に消しかけたらビクセンのやつ本気で空を消しにかかるぞ。誰も望まない結末だな。さあどうする。このままではお前の勇者が消されてしまうな。けれど彼はお前にある約束をしたはずだ。そうだったな、ナミネ。はい。もうちょい間、随分お世話が来たぞ。ということは、その分たくさんの記憶が消えてしまったんだろうな。ソラ、今からでも遅くない。引き返した方がよくないだろうか。できないよ。俺、昔の約束を破りたくないんだ。昔の約束？
なんだね、それは。小さい頃、ナミネに約束したんだ。どんなことがあっても必ず守るって。でも、忘れてた。いろんな記憶をなくすまで、思い出しもしなかった。二人で約束してたのに。だから、これからなんだ。ずっと忘れていた約束を、今から守るんだ。そうか。わかったよ、ソラ。という約束が、あったみたいですね。うん。うん、大切な約束は守らないといけないんですよね。うん、うん、本当に言いたいことは山々あるんですけど、まあまだ言わないでおきます。はい。じゃあ行きますか。最後ホローバスティオンですね。ここもなかなか苦労するんですよね、特にボス戦。話し声が聞こえるね。誰かな。し、ソーラ、様子が変だぞ。ビーストとベルですね。なぜなんだ、ベル。マリウス戦闘にさらわれた君を助けに来たというのに。ビースト、助けてほしいってあなたに頼んだ覚えはないわ。とにかくあなたと一緒に帰るつもりなんてないの。私はここに留まるわ。そんなバカな。こんな魔女の城に残るつもりか。話は終わりよ。マレーセントに見つかる前に早く帰ってちょうだい。待てだ、ベル。大丈夫か。事情はよくわからないけど。彼も何か理由があるに違いないと思うよ。同情はよせ。こんな姿では誰も愛されるはずがないのだ。かわいそうだな。なんだかミケル僕たちの方が辛くなっちゃうね。ということでビースト置いて探索と行きましょうか。本当にドナルドと声優が同じとは思えないくらいの声の低さなんですけどね。本当に山ちゃんよくあんな声出せるな思いながら。あ、そうだ、声優つながりでもう一つ、うわ、ちょっと待て、あ、びっくりした。あ、これイニシャルフレームじゃん。逃げます。はい、マールーシャの声優、シャーズナブルと同じ、池田修一さんなんですよね。まあ、そのことか、マールーシャーなんて言われてたりするんですけれども。まあ、なんで、池田修一さんが選ばれたのかっていうと、どうやらスタッフさんの要望だったらしいですね。いわゆるリクエストだったらしいですね。うん。で、まあ、今はね、その、マールーシャの過去とおぼしき、時代のキャラクターも出ていますからね。そこからどういう風に話が出てくるのかはわからないですが。よし、オッケー。さて、とりあえず仕掛けも解いていきながらね。あんまりレベルは味ですね。おい、なんてことしてねえ。まったく、トルネード、トルネードじゃない、エアロー、エアロでした。ちょっと待って、これバトル中もついてるか。暗いな。よし、受けてみろ。他に敵はいないか。よし、あれ止まっちゃった。エアロがない。
ここがここだったってか。迫り来る闇しかないの、ここ。あー、そうだな。偽りと守られしか。これでいいか。とりあえずそうだな、今ワールドマップなんですけれども、マップカードか、これがあるんですよね。未知なる宝のキーカード、これを解放しに行ってもいいんじゃないかななんて思いつつも、これ絶対違うな。でも宝箱をちょっと手に入れておきたいし、行きますか。まあ幸い時間ならまだまだあるんで。受けてみろ。まあまあなんとかなるだろうという考えのもとですが、あいよ、よし、間違えた。はいはい、どうだったっけ。あ、こうか。気は出てこないか。これ破壊しておいて、これグライドで避けるんですよね。こういうズルができるっていうね、この D では、 D チェーンメモリーではね、ゲームアドバンスでは絶対できませんでしたからね。というふうにリフレクトレイド、ナリスやキーブレイを分裂し複数の敵に当たっていきます。ジャッジメントに近いですね、後の作品の。アタックカード拾っておいて、よし、ここへラビアンローズが手に入りますね。よし、じゃあ隣の部屋行きますか。これも1以上か。これ迫り来る闇でいいか。確か迫り来る闇はあのね、ハードレスが襲いかかってきやすい分平坦なフィールドなんですよね、この感じで。だから逆に進みやすかったりするんですよね。こちらだな。2か。2であればここにランダムジョーカーというか、その、このルームのやつを入れていきましょうか。これで好きな番号のカードを選べるようになりましたからね。受けてみろ。じゃあ、集まって。よし。オーラよっと。OK。これなんだ、あ、ランダムジョーカーか。こいつはありがたい。どっちだ？とりあえず上行きましょうか。で、こっちは3と来たか。じゃ、これでいいか。やばい。で、こっちは4か。ここでモービー使いましょうかね。さあ本日のモーグリなんだっけ、これ何も出ない、マジで。あ、出たカードがラビアンローズですね。あ、そうそう、モーグリガチャだな。モーグリガチャ、一体何が出てくるとやら。モーグリ頼んだよ。カードパックあげるか。ダメだ。どんどん変な声になっていっていくと、最初期の方がまだキモいながらも可愛かったような気もする。そうだな、これだって魔法カードが欲しい。とにかくアシンバル、ティンクとダンボとサンダーとストップ。よし、いいね。アイテムはまだやんなくていいか。で、そうだ、200の方買うか。まあまあか。ゼロのカードが出てきた分まだマシかなっていう感じですけど。すげえ、プレミアの声9が出たっていうことは、これ結構な額で売れるんですよね、確か。そうだな、エーテル1個売ってもいいか。よし。で、ここは、ここで、これですね。未知なる宝のキーカードですね。ここに入る
入る方法見せるのは多分初めてですよね。とりあえずこれこっち使うとして、7かー。これ7ぴったりしないとダメなんですよね、実は。0のカード使えないんで。仕方ない。ルーレットルームにも出ましょうか。こういう時ルーレットルーム役立つんですよね。そう、ここここ。赤で7ですね、確か。受けてみろ。よし。じゃあファイガーバース出してと。よーし、いい感じ。出てましたね。オッケー。ガチよ。クライナップ。デーンとな。よし。よし。オッケー。さあ、赤の7ですね。あるかな、そもそも。ないですね。もう一回。こういう風に出ない時もあります。うん。よくあるよくある。まあでもね、ゲームボーイアドバンスはね、このルーレットルームっていうのはなかったですからね、カードがそれ尽きた時のその面倒くささは比じゃなかったですからね。受けてみろ。それを考えると今回かなり楽になってきたと言いますか、さっきみたいなランダムジョーカーもありますからね。これっと。で、ここ。あー、間違えたー。間違えた。炎よ。はい、ダゲバット。こう、はい。終わりだ。終われれない。これじゃ終われんよ。はい、ダメだな、ルーレット出ないな。こういう時もあります。はい、赤いとこ、これ先に。はい、よし。受けてみろ。このチェーンブユニズ、この 3D になってからはね、あの敵の攻撃がちょっと遅くなったんでね。まあだからこうやってちょっと遅れ気味に出してあげると、敵の攻撃、敵に攻撃当てやすかったりしますね。後ろに引いてからのそのなんていうのか、攻撃っていう感じであれば安定しますね。はい、そっちか。よし、これで出てくるかな。出ない。赤の7でしょう。だってもうそろそろ出てきてもいいんですけどね。敵がいそうなとこ、いた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 。受けてみろ。よし、これで使うか。受けてみろ。よし、ダメだな。1か。あ、いたいたいた。はい、これで下から攻撃するのもいい手段ですね。敵からの妨害を打ちにくいですし、敵がその下に降りてくるなんていうのは減りましたかね、このゲーム。飛んでる敵に対してはちょっと無力ではあるんですけれども。はいよ、ガズチよ。当たるか知らんけど、暗いな。よし、普通にやってましたね、ワイバーンに。よし、オッケーオッケー。これっと当たる。これ当たってないんだけど、これ。よし、当たった。さあ次こそ出てくれよ、赤の7。あー、当たった当たった。いいぞいいぞ。はい、オッケー。よし、これで未知の宝のカードが開きますね。こっちこっち。どう、危ない。
んで、こっちよし。で、これと。で、この中のギミックも、モーグリポイントとか大量にあるので、しっかり拾っておきましょうかね。こういうところを含めて宝ですからね。こう叩いてと。これ、ゲームボーイアドバンスだと蒸気がボワーって出てくるんですけどね。あれ。オッケーオッケー。じゃあ、まずこっち。何が出るかな？来ました、ムーシュー。メガフレア の材料になるのでね、結構使います、こいつは。で、シグバールですね。はい、キングダムハーツ 1.5 では、358 Days Over 2のムービーを全部見ると、こんな感じで特殊な特典を手に入れることができます。もともとこれ、キングダムハーツファイナルミックス、キングダムハーツ2のファイナルミックスプラスの連動特典ではあったんですけれども、今回はデイズになったっていう、そういう経緯がありますね。ムーシュ出るかな、これ。出なかった。これムーシュがすごい役に立つんでね、メガフレアが多分ファイガーバーストよりもかなり効率がいいのでね。危なっ。これ右の方がいいか、こっち4か。あ、これもこっち選んでと。こっちか。あ、オッケーオッケー。青のカード何か入れればいいんだな。どうせなら複数個持ってるやつがいいけど、これだな。で、3以下。よし、これでいい。さあ、イベント、イベント。あ、いたな、ベル。まあ、あなたたちもマレセントにさらわれたの？そういうわけじゃないんだけどさ。まあ、いろいろあって。あ！あなたたちもってことは、ベルはさらわれてここに来たってことか？へえ。ある日いきなりマレーセントにさらわれて、それ以来閉じ込められているの。話し相手は誰もいなくて、本だけが寂しさを紛らしてくれたわ。原作知らない方に一応伝えておくと、ベルの趣味は読書です。ずっとビーストに会えなくて辛かった。それなのに、さっきはどうしてビーストに冷たくしたんだい？そうだよ、あいつ落ち込んでたぞ。彼には私の本当の気持ちを打ち明けるわけにはいかないの。どうして？それは、いきなり来るわ。あなたたちは隠れて。ん？説明してる時間はないわ。とにかくすぐに隠れて。さあ、何が来るのでしょうかね。まあ大体察しはついていると思いますけども。マレフィセントです。あら、マレフィセントさん、何か言おうかしら。ビーストに会ったな。さらわれたお前を追いかけてわざわざやってきたというのに、なぜ受け入れてやらないのだ。彼に助けを求めるつもりはないわ。ほう、なぜだ。それはあなたの方が分かってるはずよ。あなたの企みにはのないわ。仕方ない。それならば嫌でも助けを呼びたくなるようにしてやろう。あらら、しまった、間に合わなかった。どうしよう、そら決まってるだろ、助けなきゃ。ということで、導きのキーカードですね。ということで、今回の実況はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。はい、動画内で初めて未知の宝のドア開いたんですけど、あんな感じで結構手間かかるんですよね。うん、カードの条件がなかなか厳しくって、まあ、その時にこそルーレットのやつの部屋を作れるようになれれば、まあ多少楽になるのかなという感じでございます。はい、
というわけで終わります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価もお願いいたします。次回お楽しみに。アディオス。